どうも、こんにちは、イです。今日サブ一発目のテーマは、365日革靴履く K さんも新しく買った革靴を履いたら靴ずれしますかんー、ま、そうだね。靴ずれすることの方が多いかな。まあ、あらかじめここやばいなって思うような靴、僕なんかその、例えばコンビニ行くのに一回履いて、近くの近所でランチと、ま、あお茶飲むぐらい、コーヒー飲むぐらいの時に履いて、そしたら、 半日ようやく表参道をデビューさせる、みたいな。そんな感じの使い方とかするから、新しく買った時って。もうその初回とか2回目の時点で、ああ、これかかとやらかすな、みたいな思ったら、もうなんか、あの、バンドエイドみたいなやつ、なんかでかいやつあるじゃないですか。キズパワーパッドみたいな。ああいうのとか、かかとに貼って、出かけたりとかする時も、まああったりします。ね。まあそれで予防というか、もうこれは、 ま明らかにくるぶしんとこ来るなとか、もうこれかかと来るな、みたいな。やっぱりね、どうしても、まあこれがさ、ほんとプレートゥーでさ、オックスウォードみたいな、こうなんか本当に普通のさ、シューズとかを買ってるんであれば、まあ別ですけど、まあやっぱりちょっとデザイン性あるものとか、重さがあったりとかさ、そういうものが好きだし、多分皆さんの中でも好きな方多いでしょう。だからそうなってくると、やっぱその履き心地っていう部分は、ちょっと難しかったりすることが結構多いので、 まあ、これはよくあるあるじゃないですか。まあ、その短い出番で何回か使って徐々に長くしていくっていうのが、まあ、一番の対策にはなるんかなっていうのは、まあ、思いますが、するときはしますよ。もうこれはしょうがないですね。はい。次。えー、トラックジャケットが欲しいです。ラグジュアリーブランドのアイテムは買ったことないんですが、初めて買うアイテムがトラックジャケットというのはどうなんでしょうかラグジュアリー感を感じることはできますかうーん、これはね、ラグジュアリー感を感じたくて買う。 っていうことなのうーん、どう、どうなんだろうね。まあ、もちろん、トラックジョケット一つね、いわゆるその、ジャージーというかさ、だとしても、まあ、やっぱりその素材って、ね、例えばコットンとかそういう素材作られてても、やっぱ違うし、まあ、例えば、まあ、今日僕も着てるけど、首のリブのさ、うん、なんかその、きつさとか、まあ、そういうところ、形も違う。例えば、じゃあ、アームの綺麗さとか、こういうところって本当に変わってくるので、まあ、着ればわかるというか、まあ、触ってもわかるし、着ると、あ、 こういうラグジュアリーブランドで着ておかしくないシルエットしてるな、みたいな。まそういうのってわかるので、もちろんそういうところで感じることもできる。まあ、まあその例えばテーラリングとかさ、ニットでいうカシミアとかコートのなんかすごい柔らかい繊細なウールデとかさ、まあこういうのよりかは感じにくいっていうのはあるかもしれないけど、やっぱりまあ普通のトラックジャケットの中ではもう頭一つ二つ三つは、 抜けてるような、いい素材で作っていい形でみたいなものは多いので、まあ全部が全部ではないですけど、まあ多いので、まあその意味でば感じることはできるし、まああとはその、まあ店舗で買うかどうかわかんないけどさ、店舗で買うんであれば試着も込みでね、まあそういう試着をして、販売の方とやり取りをして、 まあ初めて買うっていう、なんかこう体験とかさ、まあああいう空間で接客を受けたりサービスを受けるっていうところもそうだし、まああとアフターケア的なところとかもそうだしさ、まあそれも込みでラグジュアリーってあるから、まあ何でも感じれるんじゃないですかっていうのは、まあ思いますね。まあ極論言うと別に靴下1個だろうが、なんだろうハンカチ1個だろうが、香水1つだろうが、まあラグジュアリーを感じようと思えば感じれるんじゃないかなっていうのは、 まあ思いますね。はい。次。えー、アークテリクスの知名度は一般人も含めて現在どれくらい広まってると思いますかノースと同等。うーん、どうだろうね。まあノースの方が広いんじゃないやっぱノースベースって本当になんかすごいカジュアルな層まで知ってるイメージがあるから。まあアークテリクスもかなり知ってるけど、うーん、まあノースの方が、 広まってるんじゃないかなっていうのは思う。あの、これ、な、何が知りたいんだろうこの質問の意図が、どういうことなんだろうねこれね。僕も別にアークテリクスとかノースペースって別にそんなに詳しくない。その、ファッションブランドとコラボしたりとかしてくれないと、あんまり普段からチェックもしないから、よくわかんないけど、まあ、ノースの方がやっぱ全、まあ全国的というか、まあやっぱ、ね、ノースペースっていう名前を知らないっていう方は、 まあ、ある程度、ちょっと服気にしてるとか、まあなんかそういう SNS とかよく見てるみたいな人たちとかは何かしらでノースペースは、まあ見てんじゃないアークテリクスってなると、若干、うん、少し知名度落ちるのかなっていうのは思いますが。まあそんな感じかな。はい。次。次が25歳男性、がっちり体型です。女性らしさを取り入れたスタイルが好きなのですが、シルエットに納得がいきません。女性らしいシルエットや、 印象を持ったスタイリングを作る際、コツはありますでしょうかいつもテイラードをメインにスタイリングを組んでます。うん、女性らしさ。うん、まあ難しいね。まあでも例えば、まあ、テイラードだとしたら、まあ、まあなんかウィメンズのさ、テイラードをサイズしっかり上げて、まあラグジュアリーとかね、そういう海外のブランドだと、ウィメンズとかでも結構大きいサイズあるから、そういうのを着てウエストが絞れたようなのを着たりっていうのも一つ手だし、 まあ、あとはパンツに対して、ちょっとヒールあるようなね、ブーツとかさ、そういうのぶつけて、まあ、パッと見でちょっと柔らかい雰囲気というか、ちょっと妖艶な雰囲気みたいな、まあ、そんなのを一つこう作るっていうのも手だと思うし、まあ、結構いくらでもあるんじゃないかなっていうのは思うけどね。例えば、テイラードの、まあ、インナーに、ちょっとこう、透け感のあるような素材を、あの素材というか、インナーを持ってきたりとかして、スタイリングしたりとかっていうのもまあ、一つそうだと思うし、 まあ結構この辺のまあテイラードそもそもウィメンズとかまあウィメンズライクなものメンズライクなっていうよりかはまあウエストをこう絞れてってみたいなまあそういうこう女性の体の美しさを出すようなテイラードを取り入れるっていうのはシンプルに一つだと思うしまあ,あとはインナーでまあちょっとこう透け感があるアイテムとかまあそういうのを入れたりするっていうのもいいと思うしまあ,あとはパンツのシルエットとかだよねまあ細くてツヤがあるようなものを入れてヒールブーツとか持ってくると まあ別にそれが女性らしいっていうわけではないけど、まあちょっとこうフェミニンな要素を感じたりとかもするから、まあそんな感じじゃない。まああとはそういうような雰囲気を持ってるブランドとかに手を出すっていうのは、 まあ一ついいんじゃないですか。まあ例えばピーター・ドゥーとか、うん。まああの、その辺を、まあ今日僕ちょっとメインで動画にしますけど、まあヘルムート・ラングとか。まあピーター・ドゥーってやっぱどこかね、そのフェミニンなというかタッチ持ってるので、まあそういうブランドのアイテム取り入れるとか。まあこういうのとかはいいんじゃないですかね。はい。次次がバチバチの服を着ていて後悔したエピソードうーん。後悔。そうだなまあ。 あの、インフ着て飯食べに行って、あの、なんかワインこぼされたとか、そんな経験はありますよ。うん、そういうのはあったりするし、まあでもそれは、ね、あの、クリーニングとか出して、もうどうしようもなければもうレジュイールにお願いして、高いけど、高いけど、まあ、それで直す、みたいなことは、2、3回やったかな、お酒。自分でこぼしたのもあるし、 こぼされたというか、まあ、事故というか、そういうのでこぼされ、されたうん、になって、自分の着てたシャツについちゃって、それ出したりとかってことも何回かあるし、まあ、それ後悔というか、まあ、後悔とは違うけど、まあ、失敗したなって、まあ、やっぱこういう場には来てくるもんじゃねえなっていうのは思ったし、うん、まあ、あとんだろうな後悔、まあ、だから地方に行って、東京の、 同い年とか、まあ一向二校に上ぐらいの人たちと集まるときに、東京の人たちは東京に住んでる、ホームタウンじゃないですか、自らが。だから、まあもちろんある程度気合入ってるんだけど、なんか程よく抜けてるのね、抜けてたのよ、その感じが。まあ洗練されてるというか。でも地方から来る僕は東京が特別な場所だから、なんかバチバチに気合入れてて、そこでなんか温度差を感じて、俺だけなんかちょっと、この回で、なんかちょっとやりすぎてんな、とか思った時とかは、 ああ、今日こんなに気合い入れてこなければよかったって思う時とかはあったね。うん、っていうのはある、うん、かな。まあ、あと別に後悔はないね。うん。まあ、その時はその時で楽しくやってたからと思うので。まあ、そのお酒でワインが、うん、2、3回あったのと、まあ、その東京に来た時に、地方民だから僕はね、その気合い入れすぎて、ちょっとなんかラフな、普通にスウェットとかフーディーとかで着てる人たちの方が逆になんかかっこよくて、こんなバチバチにやってる俺なんだって思って、 こんなんで来なければよかった。とかっていうことはありましたね。はい。次。次、最後にしようかな。え、アイテムやデザインを進められて試着する流れが少し苦痛です。同じような経験ありますかうーん。まあ、要は、あの、アイテムやデザインを進められてって、要はアイテムを進められてってことでしょこういうのいいんじゃないですかみたいな。ご試着どうですかって言われて試着をする流れ。うーん、僕はね、結構、 こう物事はっきりしちゃうタイプなので、あの、いや、別に大丈夫です。でシンプルに言えちゃうのね。そうだから、もうそういうのはっきり断れ、もうもともと、ほんと学生時代で、ラグジュアリーとか行ってる時とかもセットでこういうのあるんですけど、どうですかいや、あの別に大丈夫です。って言えてたから、あんまりそういう経験って、まあないんだけど、でもまあ逆に自分が売る立場でもあったから、まあそういう時なんかは、 うん。まあ、なんていうかな、お客さんの声として、まあそういうのもちらほらあった。ね、僕がなんか一生懸命になっていろいろ進めようとすると、こんなにいろいろ進められてもなんか困るから、みたいなこと言われたりとか、いや別に俺選ぶからいいから、みたいなこと言われたりとか、まあそれちょっとまあ尖った人だったけど、まあそういうのもやっぱりあったりしたから、まあここって本当は塩梅が難しいというかね、それ人のために一生懸命っていうのが伝わって、それが嬉しい人たちもいるから、 そう。まあ、特にラグジュアリーとかっていうのは、結構こう、なんていうのかな。あの、顧客が、こう、どん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 顧客になればなるほど、結構担当任せというか、まあ、担当の人たちが進めてくれて、探してくれてるんだったら、こういうの私買うわ、みたいな。あ、これもいいじゃないみたいな。そういう人たちが多いのよ。あ、俺これ、これいいじゃん、みたいな。そう、だから、なんかラグジュアリーの販売員って結構そういうリズムになっちゃう時があるんだけど、ふと、なんかこう、冷静になると、まあ、確かにフリーのね、新規のお客さんとかに、あれもいいですよ、これもいいですよ、とかって言ってもっていうのは、 まあ実際思うことは僕も多々あったので。まあ、難しいよね、これはね。でもまあ、あの、はっきり言っていいとも、その方が販売員も楽。あの、あの、自分でいろいろ見るんで、とか、あの、気になったら声かけるんで、とか、も、ま、う、あ、それを、ある程度先に言っちゃうが、別に販売員も、なんだこいつって思うよりかは、まあシンプルにその方が楽だから、わかりやすいから。あ,あじゃあいいんだ。じゃあ声かけられたら言えばいいや。っていうので、シンプルにわかりやすいので、まあある程度、 いや、もう自分で、あの、いろいろちょっと見させてください。いいとか、なんかあったら声かけますとか、あ、いや、それ大丈夫です。みたいな。あの、そういうのははっきり言っても全然いいと思う。ま、そんな感じかな。はい。じゃあ今日ここで以上にします。ちょっと短いかもしれませんが。はい。以上です。バイバイ。